東口宝石寺駅は、栃木県塩谷郡高根沢町大和田宝石寺にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。当駅の所属線である、東北本線と、当駅を起点とする、唐津山線との分岐駅である。唐津山線の一部の列車は、当駅から東北本線を経由して、宇都宮駅まで直通する。また、東北本線は、 宇都宮線の愛称区間に含まれている。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線の合計2面3線のホームを有する地上駅である。直営駅で管理駅でもあり、カラス山線内の各駅を管理している。駅舎は2008年3月に竣工した、京城駅舎で、駅舎及び自由通路は、熊県五建築都市設計事務所によって設計された。 改築に伴い東口が新設され、一番線プラットフォームは、かさ上げ工事が実施された。発車メロディも同時に変更されている。かつてアトス導入前の A 楽型放送時代に、ムーンリバーが接近メロディとして使われていたが、2005年のアトス導入に伴い消滅した。駅舎改築後も、自動改札機は導入されず、追加簡易改札機が設置されている。 また、緑の窓口と指定席券売機も設けられている。当駅より、カラス山線に向かう場合はスイカなど、IC カード乗車券の利用ができない。カラス山線の運転扱いを行うため、輸送係も配置されている。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は1635人で、ある。2000年度以降の推移は、以下の通りである。 ありがとうございます。